皆さん今ね、こっから飛んだんですよ、話と。すげえな、怖え。で、これ、どっから飛んだの、あんなの上まで。え、ただって走っていくんですよ。で、あんな上まで飛べちゃうん。すげえ。上の方に上がってる。すごい。今ね、阿蘇山のね、大観峰から、パラグライダーでね、なんかやってる人を今撮ってますけど、手振ってる？すげえ、手振ってくれますよ。すげえ。わかります皆さん。すごいわ。もう私はね、高所恐怖症なんで怖くてあの人絶対できないです。すげえ。操作してんのあれ？うん、操作してます、ね。結構降りてますよ、あれ。これ失敗してすごい下まで行っちゃう人とかいないのかな。いけんですそれ。てかどこに着地するんだろうあの人。ずっと飛んでられる。鳥人間コンテスト。いやもう超人です。すごい。すげえ。阿蘇山のね大観峰からね。すげえ。大感動してます。楽しそう。なんだこれ。なんでこれ言うてる。なんだこれ。ちょっとなんか雲幻想的ですけど。うん、すごいそれ。すごい。明日仲間に言いましょう。仲間入りますかね。あー、僕たちはパパパパーパパパー、作られてはまた作られて泡出てゆく。あ、飛行機も飛んでる。されるのか。すげえ高くないですか。すごい高い。なんか絵みたいになってます。僕たちはパパパパパパパ、知らない人、知らない人。作られてまた作られて、は出て行かされるのか。新しい技術手に入れましたね。どういうこと。動画撮りながら音楽を入れる。あ、歌。ああ、効果音。一人交換。僕たちはいつでも暗く閉ざされたの闇の世界の中からいつか飛び出ることを夢見て生きている。あの先に一筋の光が見える。以降池本さんがガツガツ来ますよ。ちょっと後行きます。なんか近づいてきた。僕たちはパパパパ。あ、降りる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 、多分降りる。中で作られて、着地が見たい。着地がどうやって着するか見たい。 あれやってんの、こうやって。お、すごい鳥だね。すげえ。すごいねこれ。エルザを取ればこれチャレンジした方がいいんじゃない今度は。僕も実は恐怖。あんまり苦手なんですよ、結構。ダメだよ、ナチュラルトレーニング。でもできそうです、これは。でも相当熟練してないとこんなことできないんじゃない、まあ、そうですよね。こんな高いところからは。一番リアルなこういう横の羽がいいっすね。いつも低めのところはみんなやるんじゃない。でも低い方の方が危ないのかな。あら。てか着地が見たいん、着地が。あ、着地したんじゃない。あ、着車っぽい。うまい、すごい。プロだね。プロだと思う。へえ、完璧ですね、うん、完璧なフライング、ライディング、ライドナウですね。ありがとうございました。